辻からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。脳の部位と字を認識する部位って違うんで、並列処理で、そのテレビのダメなところっていうのは、テレビにしがみついてる人たちを指揮をしてるからですよ。つまりテレビタレント、文化人とか、うん、コメンテーターとかっていう人たちが、うん、テレビにしがみついてるんですよ。彼らはテレビに出ることによって稼いでるので、うん、だから僕とか、うん、出なくてもいいわけですよ。まあいいね、じゃあ僕なんでテレビに出てるかっていうと、はい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 、世間を知るために出てるんですよ。え、出ながら反応とか、それからくだらないことやってんだな。サンデージャポンとか出ると、うん、くだらないニュースずーっとやってて、はいはい、うん、それになんかコメントみんながしてるのを見ながら、バカなことやってんなとか思いながら見てるんですよ。それであちこち顔出してる。あちこちでもないです。だから実はサンジャポも月に1回しか出てる。あと MXTV の5時に夢中。まあ割と言いたいこと言わせてくれるところに出てる。そういうコメンテーターばっかりになると面白いんだけど、うんうん、そういう人って、大体切られるんですよ。そうですね。で、その人たちもしがみついてないから、あ、別にいい。あ、そうか、すぐいなくなっちゃうから。すぐいなくなっちゃうから。だから、残ってる人たちは、なんか当たり障りのないコメントをして、まあね。まあね。みたいな人ばっかりになっちゃって、解説が面白くないんですよ。そうだね。本をすごく読んでるの？本、堀江さんは。本は、そんな読まないです。漫画が多いですね。漫画なの？うん。漫画の方が、時間密度が高いんですよ。時間密度？つまり、絵と、字が同時に読める。ああ、さっき言ってたね。はい。で、両方、はい、要は絵を認識する脳の部位と字を認識する部位って違うんで、並列処理できるんですよね。パソコンに例えるならば、CPU と GPU みたいな両方の処理が並列にできるんで早いんですよね。で、あとその自分でスピードをコントロールできるんで、映像ってコントロールできないじゃないですか。流しちゃうね。流れてくるね。そう。漫画は。漫画は自分でページめくる速度。ああ、そうだ。はい、でも今はKindle で読めるんで、うん、早いんですよ。もうこれ読みたいって言ったらすぐ読めるんで、うん、漫画で大体大丈夫なのしたら。漫画が多いですね。でも漫画で時事ネタはやってないでしょ。時事ネタはニュースアプリです。でもニュースアプリです。なるほど。それこそニュースピックスとかラインニュースとか。これやった方がいいのはアウトプットすることなんですよね。インプットだけじゃなくてアウトプットすることなんですよ。メルマガ書いたりとか、はいはいはい、ツイッターでコメントしたりとか、はいはいはい、毎日やってるんですね。でそれはなぜかっていうと、そのコメントをするためには、その内容を咀嚼して理解をしないとコメントできないんですよ。ね、だから それがだからそのサイクルを回してるんですよ。実は難しいのは簡潔に書くってことなんです。端的に書くのはすごく難しくて。